山田三次郎8月昭和14年6月23日は日本の技術者、実業家、朝日ガラス会長や日本化成工業社長を務めた、鹿児島県生まれ、東京数学院を経て、1897年に東京工業学校用業家卒業後、1900年から1903年まで、農商務省海外実業練習生として、 ブリュッセルのガラス工場に留学した。農商務省食卓を経て、1906年、東洋ガラス技師。1908年、朝日ガラス工務長となり、岩崎都市屋による朝日ガラス創業に加わり、欧米の調査などを行った。1918年日米版、ガラス取締役。朝日ガラス常務取締役を経て、岩崎の死後、1931年から後継として、 朝日ガラストリシマリ役会長を務めた。1933年朝日科学工業、奨励会理事長。1936年にホンタール工業社長。1939年倉前工業会理事長。同年に在職のまま休成した。妻説は内務義士、中原定三郎の長女。山田彦八元海軍中将や山田直也。 元帝国大学校科教授は2位。薩摩藩士大久保利代は祖父。大久保利道元内務教はおじで、牧野信明元外務大臣や、大久保利武元貴族院議員はいとこ。ありがとうございます。